今回もアカリシティの開発やっていきましょう。前回はバス路線を作ったところだったね。そうです、アカリシエバスの第一環状線です。それで交通機関の状況は左上のタブから詳細に確認することができます。具体的には路線ごとに各車両の乗客数、バス停で待っている人の数を確認することができます。思ったより詳細だった。こうやってみるとまだ初日なので安定しませんが、バスの数が足りない気がしますね。バスの定員が30人なのに100人以上待ってるからね。予算の割り当てを増やすことでバスの台数を増やしました。へ、路線ごとに予算の設定もできるんだ。道路もそうですが、やっぱりこのゲーム交通に特化したゲームなんだなと感じます。街といえば交通だもんね。少し時間は戻りますが、また街がランクアップして高密度区画というものを作れるようになりました。高密度区画、これまでの一戸建ての家、ロードサイド型の店舗ではなく、マンションとか百貨店とかが建設される区画です。お、背の高い建物が建つんだね。そうです、ここからようやく大都市らしくなっていきますよ。ただスペースがなくなってきましたので、新しい区画を購入しようと思います。町が大きくなると隣接する区画を変えるようになるのです。どのくらいまで変えるのかな。通常だと8区画だった気がしますが、モッドの力で25区画まで変えるようになっています。25区画か、いつかは全部を確かしたいね。多分それまでにパソコンのスペックが限界を迎えると思います。そっちの問題か。さて、最初の町から西方向のマスを買ったので、こっちに町の中枢高密度区画を作ります。まずは幹線道路を建設、そして細かい道路を引いて。堀とか池がちょっと邪魔になっちゃってるね。ここは高密度商業区画とオフィス区画にします。それじゃあマンションとかの区画は他の場所に作るのかな。そうです、マンションはこの丘の上に作ります。大都市によくあるやつだ。しかも海に近い丘の上なので見晴らしは最高だと思いますよ。住みたくなっちゃうね。建物には名前を付けられるので、私たちの家も作っちゃいましょうか。作るというか、生えてきたものを勝手に自分のものにするというか。それでこの丘の開発をするのですが、さすがに凸凹が激しすぎて開発が難しそうなんです。ということで地形の操作をします。気楽に地形操作するんだな。お金は消費しますが、地形を盛り上げたり削ったり平らにしたり自由自在です。現実でも簡単に地形操作できたらな。だいたい遺跡が見つかっちゃうんだよね。等高線を表示する機能があるので、これを参考にしながら地形を上げ下げします。まずはこのくぼんでいるところから。おお、どんどん周りとの高低差がなくなっていくね。あ、行き過ぎて盛り上がっちゃった。自由自在とは言いましたが、思った地形を作るのは少々の技術がいるようです。こんな感じになりました。それらしくなったね。それでは区画設定。濃い緑は高密度住宅区画。新しい区画を作ったら必須な基本セット、診療所、消防署、警察署、公園、小学校は忘れないように。あと水道もね。忘れてた。おい、次は高密度商業区画。中心街の北半分をこれにします。南半分はオフィス区画にする予定ですが、まだ設定せずに様子を見てからで。ということでニョキニョキタイムです。電気が来てないよっていう表示が出てますが、むー、この街が広がるまで仮設の電線を引いておかないといけない仕様は大変だな。しかも電力問題が解決したら、今度は水不足の表示。水が足りなくなっちゃったみたいです。ポンプを増設しないと。ただポンプを増やしたら、その分だけ下水パイプも増やさないといけません。そしてそうなると下水を汲み取るポンプも増やさないといけない。もう池のスペースがなくなってしまいました。隣の広いところに移設するのもありかな。あそこは町の中心部になるのに下水まみれは嫌だな。仕方がないので海に流す下水パイプを一つだけ稼働させます。下水処理場早く作らないとね。中層のマンションが増えてきました。確かにこれまでの戸建て住宅より都会度が上がった感じがする。住宅レベルが上がれば立派なタワーマンションになるので楽しみです。そして高密度商業区画とオフィス区画なんですが、これらは教育レベルの高い人たちを要求するので、高校と大学を建てます。大卒じゃないと雇ってくれないの。キリタンとウナちゃんが働いてる百貨店とか毎日でも通うのに。そもそも小学生が働いてたらアウトでしょ。まあ住民の教育レベルが上がると建物のグレードもアップするので、どっちみち必要な施設です。できるだけ地価を上げたい。高密度住宅街の中に高校も大学も設置しておきますね。そしてしばらく放置した結果、こんなに発展しました。おお、街だ、都会だ。東京の人たちからこれで都会って怒られそう。
九州ではこれが大都会なんです。それでは夜のマンション街を散策してみましょう。都会だけど静か、いい雰囲気だね。どうもウプヌシ、観光地とか繁華街じゃなくて知らない街の地味な住宅街を歩く方が好きなんだって。大阪に行った時も寺田町とか千里中央とかを散策してたらしいよ。気持ちはわかるかも。でも一人じゃないといけない場所だね。人口が1万4000人になって大都市に進化しました。1万4000人だとまだ街なんだけどね。このゲーム、現実の人口規模と10倍ぐらいスケールが違うって言われてます。それで人口が増えるのはいいのですが、電力問題がまた再燃してしまいました。火力発電で余裕があったはずなのにな。火力を一つ増やすという選択肢もありますが、さっき新しい発電機が解禁されたのでこれを使ってみます。お、なんだろ。その名も太陽光発電機。お、太陽光発電機縛りをするのかな。それ違う人の動画です。同じ人なんだけど。この太陽光発電機、正式にはソーラーチムニーという名前なのですが、かなり大きな発電機です。まあ本来ソーラーは発電効率の低い発電機だからね。マイクラ工業がおかしいだけだよ。ですので地形を造成して誠意のホイット、はい、ソーラーチムニーを設置しました。ランドマークみたいな雰囲気があるよ。ソーラーチムニーは240メガワットの発電量を誇ります。石油発電機の2倍です。もしかしたら昼間しか発電しないとかの縛りがあるかもしれませんが、よく知りません。重要なことだからちゃんと調べようね。ついでにこの奥の埋め立て地に産業区画を広げようかと思います。ああ、マンション区画に大気汚染が。ちょっとだけ距離を置くから大丈夫大丈夫。本当かな。本当だよ。ではそんなところで今回はここまでといたしましょう。あ、あれ、なんか浸水してるって表示が。あ、海だった場所を造成したから水が残ってたのか。少し経てば水は引くはずなので大丈夫です。それは大丈夫と言っていいのだろうか。ではまた次回をお楽しみに。